はい、今回はですね、私の大好きな宇宙戦艦ヤマトの、まあ、いや昭和47年バージョンのアニメと2199のアニメリメイクバージョンをちょっと比較してね、感想などをお話ししたいと思うんですが、こういうふうな、ね、ご意見いただいております。松本零士氏の原作漫画もアニメ化された作品も両方ともに熱烈なファンとしては羨ましい限りということでね。ただ一部の旧作のファンの中には、ヤマトは男の船でなければならないとして、2199に対しての評価は、流行りの女性乗務員を森行以外に多数乗員させていたという邪道という意見も一種のこだわりとしての意見に、上がっていましたということですね。ここまでなんですけども、確かにね、この現代、令和の時代、平成の時代になると、いろんなアニメがね、女性がどん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 前に出てきてますよね。これはね、男性だけが物事を解決するという、まあ、昭和の初期の頃の時代とはちょっと変わったよってことなんですよね。まあ、ですんで、リメイクっていうのは当然今の時代に適したように形を変えて作りますし、あと一個はね、元々の宇宙戦艦ヤマトのファンが、自分だったらこういうヤマトを作るよっていう風な、そういったね、インスパイアなんですよね。まあ、ですんで、私が思うのは、今の2199を作ったヤマト、これに対する批判があるのはもちろんなんですけども、ヤマトを新しく作りたいという情熱はやっぱり強かったから作品になったと思うんですよ。ですんでね、自分で作品作らずに批評だけしてる人、まあ、これも貴重なファンなんですけども、まあ、原作に近い形のヤマトがね、好きなんだったら、47年バージョンが好きだったら、それだけを見ればいいのかなと。新しくできた別のバージョンのヤマトを気に入らないと思うなら、それはまあそれでね、見なければいいのかなというところですね。私はね、こういうふうな形でヤマトがいろんなパターンでできるのは結構好きだなと思います。で、元々の宇宙戦艦ヤマトの原作っていうのは、最後ね、宇宙戦艦ヤマトがガミアスに突っ込んで、で崩壊するというかね、ヤマトがそこで自刃するというラストシーンだったと思います。で、森行きとそれから古代進が脱出カプセルで地球に戻ってくるというね。で、放射能除去装置コスモクリーナーはもう存在しないというのが結末なんですよ。で、コスモクリーナーは存在しないけども、放射能に対して、対抗するね、無害、放射能でも死なないような人間改造っていうのの設計図がバイオテクノロジーでイスカンダルから手に入ったんで、それを持ち帰るという、最後は人体改造して乗り切るというね、まあ恐ろしいといえば恐ろしいラストシーンなんですよ。うん、で、そこで、最後ね、でもそれはいいと思うよっていうふうに古代守が言うんですよね。うん、それは今まで人間を好き勝手やってきたんだから、この辺で自然に合わせてね、その警告に合わせて人間そのものを変える時なんじゃないかなっていうふうな形だったりとかね。で、あとイスカンダルとそれからガミラスが同じ星だったっていうオチもあったかな。あ、同じ星じゃないんだけども、イスカンダルはどっちかって言ったら荒廃していてボロボロの星だったと。で、ガミラスは美しい星だったっていうのが結末だったかなと思います。で、島大輔っていうのが途中で、敵に拿捕されてね、で、ミュータントじゃないや、サイボーグになって戻ってくるんですよ。でもそれは精巧に作られたサイボーグなんて、ヤマトの乗組員はね、島大輔が生きて帰ってきたと思って全然気づかずに、で、艦内で不審な死が続く。そしてその不審な死について島大輔が怪しいということで疑いを持たれるんだけども、古代進むだけはどうしてもそれが認められなくて、最後ついにね、真田さんまで殺害されてしまうんですよね、島大輔によって。で、そこで、古代は島が犯人なんだろうなと思ってね、結局最後にその島大輔に、まあ、銃を向けて撃ってしまうと。で、島大輔はもうすでに島大輔ではなくガミラスのスパイとなってしまった、アンドロイドとなってしまって、島大輔ではなかったというね、そういうなんかかわいそうな場面もあったりとかして、もともとの原作ってこういう風にね、ものすごく結構ハードボイルドっていうか暗いんですよ。うん、でもすごく面白かったのを小学生の時に読んだ小説で、思い出しました。ですんで、そこまでやるとテレビ版はもう身も蓋もないし救いもないんで、ちょっとね、柔らかい感じにして昭和47年スタートしたと思うんですよ。で、その昭和47年バージョンと原作の小説バージョンをミックスして新しいストーリーを加えて、いろいろごちゃ混ぜにして新しいものにしたのが2199だったのかなと思いますね。うん、私は好きですけどね、それもね。
で、旧作には旧作の良さもあり、旧作を知らない世代にとっては新作は新鮮な良さを感じて、人それぞれの意見があって当たり前だと自分は思います。その通りですね。新作は新鮮な気持ちで新しく、これからも見守っていきたいと思っています。新作に持つ特別なこだわりを持つ気持ちも理解できます。それぞれいろんな意見があっていいですねと思います。まあ、私もそうですね。やっぱりリメイクするとね、ある程度の批判があるのはしょうがないです。ガンダムの後のゼータガンダムも、ゼータガンダムはね、ガンダムのイメージとは違うっていうふうにね、批判もありましたしね。もちろんそれはファン一人一人が持っているイメージもあったり、続編を作るんだったらこういう形にしなくちゃみたいなね、そんな一人一人の考えもありますんで、それはまあ仕方がないことだと思いますね。で、いただいた感想、もうちょっと読んでみます。劇場版の旧作のさらば宇宙戦ガイマトにしても、原作者の松本零士氏は未来ある若者を死なせてはならないと西崎プロデューサーと対立しましたと。おう、私の意見としましては、さらば宇宙戦ガイマトで主人公やその恋人の森幸をはじめとして大半の乗組員が要所要所で死なせてしまいましたが、最後に、主人公の古代進のセリフにみんなに未来を託して退官命令という苦渋の決断をして、親友の島大輔たちを説得する場面で、君たちは俺が今から死に行くと思ってるんだろうけど、それは違うんだ、俺もまた生きるために行くんだ、人間の命はたかだか20年30年で終わるものじゃないはずだ、この宇宙全体に広がって、無限の命に買いに行くんだ、地球は何としても守らなくてはならない、それには自分とこのヤマトがあれば十分なんだ、だけど未来の地球には熱い血の通った人間もまた必要なんだ、だから島、君たちは生きて生きて生き抜いて、未来の人たちに俺たちの戦いを語り継いでほしいんだといった言葉がとても熱く私の胸に響いたことは確かなので、一概に原作者の意見が正しいとは言えない気持ちがあるのです。そしてラストシーンで死んだはずの森幸も幻のように目覚めて、古代のセリフにやっと二人きりになれたね、僕が一番大切なのは幸、君だ、君への愛だ、大好きな声で言える、あ、大きな声で言える、君が大好きだ、これが僕たちの結婚式だよ、僕たちは星になって結婚するんだと言って、両舷全速ヤマト発進します、目標敵巨大戦艦全速前進と言って、スロットルを森幸も手を添えて、発進をしていき、彼方へ爆発音だけが響き渡り、沢田研二の歌う主題歌が流れて幕を閉じるという原作者の意図に反して大感動を巻き起こしたのも事実なので、やはり人それぞれの捉え方だと思います。自分は思うのですが、それがたとえ原作者の意向に反するラストであったとしても、人々に感動を与えたことは確かな事実ですから、一概に否定的な意見ばかりではないのでは当たり前で、それはそれぞれの思いだと思いますということですね。そうですね、私もね、今読みながらね、さらば宇宙戦艦のラストシーンが目に浮かんできて、ちょっと胸が詰まったんですけども、やっぱり、ね、人が死ねば感動するっていう単純なもんじゃなくて、そして宇宙戦艦ヤマトはいわゆるね、戦艦ヤマトという宇宙あれですよね、第二次世界大戦、太平洋戦争、大東亜戦争で十分な力を発揮できずに時代遅れ戦艦と言われたね、そのヤマトの復活戦をさせてやろうという意思もあったのかもしれません。なんかね、ガミラスってもともとアメリカみたいなイメージで描かれていて、そして日本人だけが乗っている宇宙船ヤマトが、それをヤマト一機でね、本土決戦、逆本土決戦で打ち砕いていくっていうところが、まさにあの時代痛快だったのかなというふうに思いますけども、で最後にね、さらば宇宙船ヤマトで特攻して全員死滅みたいなね、なんだこれはみたいな感じでございますけども、いやでもね、愛する者のために、もしくは愛するふるさとのために命を懸けるというね意味では、特攻精神っていうのは実際に特攻をいっぱいしましょうっていう話じゃないんですけども、そのぐらいまで自分がね、身を投げ打ってでも守りたいものが私たちには見つかっただろうかっていう、その問いかけにヤマトは一つの答えを出してくれたんではないかなと思うんですよね。森幸は映画でね、途中でミルに撃たれて死んでしまいました。でそれで、その遺体とともに古代進が最後ラストシーンでね、戦艦ヤマトに向かっていくところで、半物質のテレサが間に入って助けてくれると、一緒に行ってくれるってところもあって、でそれで終わってしまうはずだったんですけどね、ただテレビ版の宇宙戦艦ヤマト2では、最後はテレサが一人でズオーダーとの戦いに行って、森幸は別に死なずに、古代は生きて帰る、そういった形でね、なんかこう、さらば宇宙戦艦ヤマト劇場版は
宇宙戦艦ヤマトの中でのパラレルワードみたいになっちゃったんですけどもね。でそれをミックスして2202ってのは特攻して死ぬんだけども、次元断層との引き換えによって古代は帰ってこれるみたいなね、そんなラストシーンになりました。これが一番納得できないっていう方がいたんじゃないかなと思うんですけども、私はねもうねはっきり言ってね、宇宙戦艦ヤマト続編が続くんだったら何でも受け入れて何でも感動したいと思います。そのぐらい好きでございます。2205もすごく楽しみにしてますし、それがね新たなる旅立ちとヤマトの永遠に、そして宇宙戦艦ヤマト3をミックスしたような、そんな立ち上げになってるのも秀逸だと思います。やっぱりね当時の宇宙戦艦ヤマトは後付けできちゃったんで、沖田艦長も復活させなければならなかったし、ヤマトヨトワニの山並艦長もいきなり出たような感じじゃないですか。いきなり出てきたような感じでも今回は山並艦長ですら最初から出てるんで、なんか伏線がね全部回収されたまま進んでいきますんで、非常にスムーズだなと思います。うん、面白いと思いますよ。劇場版の宇宙戦艦ヤマト、イスカンダルから地球に帰る途中で白色星団帝国の、一団と出会うね、そういった戦いも書かれてましたけども、あれもなんか良かったなと。全部ね私は宇宙戦艦ヤマトが現代に蘇っていろんな変化をしてね、細かいところまで描写されて、で一人一人の乗組員にフォーカスを当てたりとかね、ヤマトの艦内ラジオがあったりとか、オープニングやエンディングがなんかね、まあなんか良かったと思いますよ私は。全部がというか全部を受け入れていくと隅々まで楽しめますけども、荒探しをしたりね、それからやっぱり昔のヤマト以外は邪道だよっていう気持ちを入れていくと、どんどん不愉快なヤマトに見えてくると思うんですよ。私は全てを受け入れて宇宙戦艦ヤマト2205、そして、宇宙戦艦ヤマトのね完結編のリメイクまで待ってます。これは2030年までには宇宙戦艦ヤマトが旧作が一回りしてね、全部がリメイクされるんじゃないかなと思いますんで、宇宙戦艦ヤマトのスタッフ皆さん本当によろしくお願いします。では今年の10月ぐらいでしたっけね、宇宙戦艦ヤマト作品が公開されるのが、絶対行きます。プラスちょっと関係ないですけども、ロッキーの続編のクリードの1、2がありましたけども、クリードの3も今年の11月か12月に公開されるはずです。これも見に行きたいと思います。いやー映画って本当にワクワクしますね。それじゃあまた会いましょう。